鈴波は、海上自衛隊の護衛艦。高波型護衛艦の五番艦。艦名は、住んで、清い波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の遊雲型駆逐艦。鈴波に続き二代目。海上自衛隊最後の朝鮮首脳型護衛艦である。鈴波は、 中期防衛力整備計画に基づく平成13年度計画4600トン護衛艦2243号艦として、イヒム横浜工場で2003年9月24日に寄港され、2004年8月26日に浸水、2006年2月16日に収益し、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入され、舞鶴に配備された。2007年3月14日、 テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、浜名と共に、インド洋に派遣、同年7月まで任務に従事し、8月27日に帰国した。2008年3月26日、護衛隊改編により、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入された。2009年7月21日、新テロ特措法に基づき、第6次派遣会場補給支援部隊として、 補給艦、大海と共に、インド洋に派遣され、任務を江戸年12月24日に寄港する。2010年4月8日、東、シナ海中部で5隻からなる、中国人民解放軍海軍の艦隊を監視中、同国の艦載ヘリが、鈴波に水平距離90メートル、高度差30メートルにまで異常接近した。これを受け月日、外務省は、東京にある、 中国大使館に事実確認と再発防止を申し入れた。2011年8月1日、編成外により、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入され、定型港も大港に転籍。2012年12月18日、第14次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、大港から出港し、 任務を終え2013年6月10日に帰港した。2015年10月23日、護衛艦、牧並と共に、第23次派遣海賊対象、行動水上部隊として、大港から出港し、任務を終え2016年5月8日に帰港した。2016年10月11日、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入。定傾向は変わらず。 2018年4月27日と28日、関東南方海域において補給艦、時は P-3C 及び潜水艦とともに A 海軍との共同訓練に参加する。主要訓練項目は対戦戦訓練、模擬洋上給油訓練、航空機礎後発着艦訓練、戦術運動等。A 海軍からはフリゲート、サザーランドが参加した。 同年6月8日から16日までの間、グアム島及び同島周辺海空域において実施される彦目印、共同訓練に参加した。参加部隊は、鈴波のほか、護衛艦、伊勢、冬月、搭載航空機5機、潜水艦、総流、PE-1 海域機2機。また、6月16日から23日にかけて、グアム周辺から沖縄南方に至る、 海空域で、冬月と共に、米海軍と共同巡航訓練を実施した。米海軍からは、空母、ロナルド・レーガンほか、艦艇数隻が参加。2019年6月10日から15日にかけて、ロシア連邦を訪問し、ウラジオストク港及び、ウラジオストク周辺海空域において実施される、日露捜作、救難共同訓練に参加する。ロシア海軍からは、駆逐艦、 アドミラルパンテレフほか、艦艇数隻が参加し、捜索・救難訓練、船内捜索訓練、通信訓練等を実施する。2020年2月29日から3月5日に、かけて護衛艦、沢切りともに、関東南方からグアム北方に至る海区域において、米海軍と共同訓練を実施する。米海軍からは、巡洋艦、アンティータム、シャイロー、 駆逐艦バリー、マスティンが参加し、各種戦術訓練を実施する。2020年12月20日、中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の第4次派遣情報収集活動水上部隊として大港基地から出港した。新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、日本近海において14日間にわたり、 訓練等を行い乗組員の健康観察を実施した上で、中東方面に向け進出する予定。現在は第3護衛隊軍第7護衛隊に所属し、定携校は大港である。ありがとうございます。